最近さ、俺の友達が、なんか戦国 MC バトルに上がってる、チンザドープネス VS マカの試合が、めちゃくちゃやべえから、見てくれってさ、もううるさいぐらいおすすめしてくんですよ、俺の友達が。俺の都合とか考えず、もう、プシュプシュプシュって感じでさ、すげえおすすめしてくるから、今日、仕方なくね、その動画を見るんですけど、皆さんもよかったら一緒に見てってくれませんか？もう見てる人も。ごめんなさい、一緒に見てってくれませんか？仕方ねえなぁ。VS チンザドープネスでやってください。どうとあるよ。いやー、歓声がいいな。まずはビートを聞いてから先行の方に選んでいただきます。柳さん、お願いします。あー、いや、マカさんのヒゲどういう状態それ？マカさんのヒゲなんかラーメンマンみたいになってるよ。いい、そんなの。そして言うの、いいビート。そういう両者あるのね。ああ、いやー、ナイス DJ でございますが、決める権利は先行。いや、なんて言ったんだろう、さっきのチンザさん。じゃんけんお願いします。おー、先行で。おお、いやー、そっち取る、そっち取る、すごい。いや、そう、高校チンザドープです。いやお、やばいじゃん。パオ、うわー、うわー、すっごいすごい。ちょっとごめん、ちょっとごめん。だって一発目だろ、一発目なのにこうマイクチェックとかビートチェックとかこうなかったですよね。それなのにこんな乗りやすいフックみたいなグルーブ作れるのマカさん神だろ。なんかメロディーを生成する化け物じゃん。パーンで、すごい、すごいな。体ごと揺さぶられるフローと声、たまらないね。これ、すごい、すごいな、これ。セカンドベッドパーン、うわ、You can get on the ride! 逃げてる瞬間、スーパースーパー、マスオメンテルトゥルパーン、お、逃げてるトライ、まだ見られない、ビートの中でスロー。うわー、もう好き、もう好き、個人的に好き。何が好きってさ、だって早い BPM、 こういうトラップみたいな、こういう早いビートを乗るとさ、ビート BPM 倍で数えてたりするからさ、なんか8小節の区切りとか、プロの MC でも分かりにくいと思うんだよね。だからユノさん多分分かりやすくちょっと8小節の切れ目でスクラッチをちょっと入れてくれたんだと思うんだけど、それでチンさんがミスったわけじゃないと思うんだけど、こうする形で入ろうとしたとこを、マカさんがちゃんと勢いで、いや、まだですよってやって、ノリで会場全体の空気を掌握する感じ、これがたまらない。何が大好きって、ここでみんな普通の MC バトルだとまだまだまだっつって上げ足取りになるんだけど、それにならないとこ、それがすごくいいんだよね。楽しいバトルで流れてる時ってさ、上げ足取りの段階、めちゃくちゃ最高のビートが流れてて最高の MC がいるんだからさ、上げ足取りなんかで2小節4小節も使わないでほしいんだよね。それが起こらないってのが俺はすごい好きなの。すごい愛を感じてこのバトルすごい好きなの。バトルの勝敗よりも会場のノリとか空気を重要視したマカさんにびっくりスペクト。ごめん、話しすぎちゃって、続き聞こうな。これ誰でもできない、日本そこをやめるスタイル。うわビートボーイ、よくパーティーもどんどんいっちゃってるしな。だからちゃんと見ているスタイルでガッツリみんなチェックした。うわビートボーイ、よくスクワリー、だから見てる瞬間関係、だからみんなにちゃんと聞いとけ、エモーエキーが死んでも殺すぜ。うわいいね、バチバチのノリでかました後にちゃんとリスペクトを持ってチンさん殺すぜっていうとこが、このバトルの戦場に引き戻す感じ、これがたまらんよね。慣れ合いにはならないってとこがすごいんだよ、これがすごい。なんかここでスクラッチ入んないんですよね。ここで終わってチンさんにパスする感じで目線だけでパスしてんですよ、マカさん。この目線でさあどう振るって、視線でこうする感じ、スクラッチ入んないのにこの空気感だけで汲み取るってすごすぎないか。もう頭で何考えてるかわかんないよね、もう最高。チンさんはどう出るんだろう、もうこのビートにどうアプローチするのか楽しみで仕方ないんです。続き聞こう、ちょっと戻して聞こうか。関係だからみんなちゃんと聞いとけ、エモエキーが死んでも殺すぜ。やられちゃった、やられないように頑張んなくちゃ。やーぞ、今聞いていたこのダーマ、今これはどんな評価、マカビッチスタイル、セッションだセッションだ、そんなセッションなことなってるけど今いつだと。うわーすごいよ、すごい、たまらん。なんかマカさんがパワーオブバイブスみたいなフローで来たのに対して、チンザさんは合気道のような、合気道の達人のようなフローで音にこうまとわりつく感じがすごくいいですよね。なんかで一番バーンってバーンって言ってたじゃないですか、マカさんが。そのフローの重要な肝の部分にこうしてバーン、今響いてることだまあみたいなとこがあるんですけど、それでアンサーしてる感じがたまらなくないですか。それがたまらん、ちゃんとアンサーを返してっていうチンさん、すごく好き、すごく好き。続き聞こう。
ってこうどこまでも飛んで行こう。俺たち二人でいい感じの正体作り上げていこう。すごいすごいすごい、続きってすごいよ。すぐ止めてごめん、変幻自在すぎるよ。なんかだって書いたリリックでもこうやって変幻自在なリリックをあのフローするのは難しくないですか。だってあの上がっていくデデ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 デっていうこのあのこのリズムのモチーフを作り出したのに、それをねなんかこうデデ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 つってこうあの最後に形態変化させちゃうぐらいの余裕があるんだよね。それがすごい。書いてても難しいフローの変化なのにそれをフリースタイルでやるっていう人生は化け物だ、化け物。すごい、続き聞こう。うん、フロー万博。うん、おーすごい、すぐ止めちゃうんだけど、多分あのこの会話の流れからするともしかしたらあのこの前の試合がマカさんはイタクさんだったのかな。だからこそそのイタクさんの試合も間違いなかったけども、つこの会話をちゃんと汲み取るリスペクト、マカさんも上げ足を取らない勢いでちゃんと会場を掌握する感じ、チンさんも前の試合良かったよなっつってそんな感じで会話していく感じ、うん、すごい愛の根底にあるバトルは俺大好きなんだ。続き見よう。うん、やりたい、あーやりたい、うん、うん、うん、いい、うん、やばいな。マカさんもフローマンダラだ、大宇宙すごいよ。ダンダンダンダラダンっていうこのねけーすごい。2個目のあのモチーフがやばいよ。4小節のケツでダンダンダンダラダンっていうモチーフを作ってから、ダンダラ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 ダンダンダンつって回った、形態変化させてる4小節目で。で多分マカさんはフローを意識的にスイッチできるんだよ。こんなせかされるビートの中でも客の反応を見つつ変化させてる感じがなんとなくわかるんですよね。個人的なんですけど、だって一発目のバースの時はさ、あのさバーンって始めるこのフロー、このフローが会場にマッチしてるなって思ったし、1本目だからこれでぶち上げるなって思ったから、その後あのフローをずっと8小節継続したんですけど、今回はあの適宜適宜ね、あの会場に合ってねえなとか会場の空気に合ってるかとか、この乗せて言葉に合わせてっつって言葉フローをあえて取捨選択してこうねスイッチングしてる感じがあるんですよ。何この化け物、すごすぎない。うん、このチンザさんがたくさんの引き出しを出すのにこうして俺もこうやって変化させていくかってやって、この臨機応変に対応する MC のスキルたまらねえ。すげえ、何考えてるかわからねえ。ごめん、続き聞こう。うん、ちょっと戻して聞こう。携帯変化するから、あのマカさんのフローが。ショータイムやった、おっ、俺たちショータイムだから全部この言葉でオーライ、オーライ、みんな超ハイ、俺のこの先乗りまだついてる。これが1個目、うん、おこれ2個目、これがモチーフ、これ変化、うぇっ、いやーいや、ちょっとすぐ止めてごめん。すごく個人的にいいのが、俺はなった足利のヒーロー、足利のヒーローね。うん、個人的になんですけど、ここすーごいすごいギューって胸がギューってなるんですよ。なんか私あの個人的な話なんですけど、あの地元にね、あの地元があのちょっと茨城なんですけど、足利にちょっと近くてですね、あの古賀、あの茨城の古賀っていうところで UMB のオープニングゲームっていうところをやってた時代からちょっとマカさんのこと見てたんですけど、マカさんこの頃から足利レペゼンだったと思うんだよな。それがなんていうか勝手な個人的な思い出とかでじわーって勝手になってんのかもしれないけど、この頃から背負ってたのをここに来てレペゼンするというヒップホップの軸の強さ、それを感じます。それがすげー個人的に来ちゃったので止めちゃいました。すいません、続き聞こう。うん、みんな気が出ちゃうんだけど、言ってくれるの、本社を。え？早すぎて、ほぼ何言ってるかわからないよ、ダーガーキー。おー、ここ個人的に好きだな。陳さんの優しさが滲んでるな。早すぎて、何言ってるかわからにって、あの、ここがね、お互いなのがいいんだよ。お互いなのがいいの。そう、フローバトルになると大体ね、お互いがね、途中で諦めるというか、表面的なディスに移行しがちなんですよね。早すぎて、こいつ何言ってるかわからねえ、つって、切り捨てて、いなして終わりにしちゃうことあるじゃん。俺、それ大嫌いなの。あれ嫌いなのよ。なんか、お笑いで言うとこの、すかしツッコミとか、冷えたツッコミみたいな感じがしてさ、乗ってあげることでより相乗効果が生まれてくグルーブっていうのもあるじゃん。それをバッて切り捨てちゃうのあんま俺よりバトルで好きじゃないんだよね。けどそれにこうする、早すぎて何言ってるかわからない、言ってる時にマカさんがちょっと不安そうな顔してるんだよね。それがちょっとどっちに来るんだっていうところでお互いって言って、自分も何言ってるかわかんなくなっちゃってるぐらい上がっちゃってるよなっていうことによって、こうもうこのなんかただの怪し取りに終わらせない、このチンさんの優しさ、絶大なる愛感じませんか。俺こういう MC バトル見てるとね、すごい表面上で罵り合ってるだけじゃないんだなっていう根底でつながる愛が透けて見えるので、すごい好きなんです。人間模様が見えて、うわ、そんな感じしませんか。続き聞こう。うん、だから戻ったわけ、そうだ
の動きっていうのはさ、ラッパーのフローにこうすると思うんだけどさ、ジンさんの動きはキテレツすぎて、こうギュンギュンってスイッチングするかのように、こう体が、何それ、どんな動きをしてるの、そりゃ体にどんなリズムが流れてて、こうそれでもそれをさ、こうこうしちゃうんだよね、見てる側がこっちにこうしちゃうんだよね、その動きに。ああもう現世じゃないって思っちゃう、視界が捉えたジンさんを現世のものじゃないと思っちゃうんだよね。それでもううわーって意識ごと持ってかれちゃう感じしませんか。それがねすごいいいんです。エンターテイナーとして最高じゃないですか、動きで全てを表現する感じ。うわすごい好き。うわあっち上がってく、これまた俺の決戦行、いい感じなら今決戦場超いやすごい、おお何このブンブンって、あうわすごい、うわいやかっこいい、チバシおーすんごい、まのままのますごい声。ちんさんのブリブリというタイマネタかな、タイマネタ系にちゃんとアンサーする形で、なんと目が真っ赤で、真っ赤の中、マカさん登場、真っ逆さまにぐらいでみたいな、そんな感じだったと思うんですけど、あという党員プラス、まのま、あ、すっごいや、これ、やばくないこれ。このリズムを即興で出すっていうのは、いかれてんじゃないか。で、勝手な解釈なんですけど、全部勝手な解釈なんだけどね、なんだろう、こういう速いビートっていうのは、せきたて出られるからさ、リズムの組み立てと、あと、まあ、なんだろうな、何を言うかっていう内容の設定とかで、こう、脳のキャパを結構設定されるから、言葉を紡ぎ出すときっていうのは、だいぶ無意識になると思うんですよね。他に脳のキャパを割かなくちゃいけない段階があるから、言葉、何を並べるかっていうとこは、結構ラッパー無意識になる部分だと思うんですけど、無意識の段階でこんな表面的な争いをしない。ちゃんともう、なんか場全体を盛り上げ、ぶち上げて、しかもその上で、対峙するという、そこにね、お互いの言葉の無意識の部分がリンクしてる気がするんだよな。だからこそこんなやべえ勝負になるんだと思うんですけど、速いビートだからこそ出る人間性、それがねすごくいいんです。せき立てられるようなビートになると、俺の風呂こんな風呂できねえだろってやるのが結構多いんですよ。それが悪いってわけじゃないんですけど、そうじゃなく中身、無意識の部分でつながる愛、それがすごく好きですって話でした。うんうん、両方聞いた、はい、いやそれがなんか透けて見えるのがすごくいいのかもしれないな。 DJ ユノさんにも最高って言って、ジンズさんにも最高って言って、でも負けれねえものがあるっていう、ここの慣れ合いで終わらせねえぞっていう、このバトルの気合、これがたまらん。マカさん大好き、すごいすごい。ジンさんどう来るんだ、こう。いや、いい感じでマラソンやってる感じだよ、俺は今体がどんどん出る感じで、うわスカイウォーキング、うわすごい、ちょっと止めさせてくれ、一回止めさせてくれ、すごいよ。アップテンポ呪文、こうだって小さなスカイウォーキングしちゃってるもん、すごいよ。フローが体現されちゃってる、頭の中で言葉紡ぐとともに、こう頭の中にイメージが浮かんじゃってるんだろうな。でこのヒマラヤの登ってるとこっていう、この語彙も最高だよね。ヒマラヤが浮かぶよ、この負けられない戦いがあるんだぜって言って、マカさんが向かい合ってくる姿勢に対して、俺だって今ヒマラヤ登ってる途中だからよと、高めに登ってる最中だから負けられねえよって、こうなんか真正面からこうね、対峙して、アンサーで比喩で対峙する感じがいいんだよな。それがすごくすんごいグッド、すんごいグッドでぶっ飛びそう。うわすごい、どんな風呂かまそうかなって言ってるとことかも最高だよね。風呂を考え、楽しみながら、その風呂がさらに最新鋭になってこの感じ、これはねプロじゃなくてできないと思うんですよ。なんか決してせき立てられて勝手に強制的に紡がれてるわけではなく、こっちは無限にあるアイデアのストックの中から、どれを取捨選択しちゃおうかなって言って、紡ぎ取ることができるぞっていう、陳さんの余裕、神様の視点、これがねすっごい好き、すごい好きです、すごい好き。ちょっと続きから聞こう。うん、どんな風呂を回そうか、ここすごい楽しんでるもんな、
さんが擬人化した余裕ひょうひょうとやってるチンさんも好きなんだけど、擬人化したチンさんもかっこいい。全宇宙をその身に宿すことができるフローのイカ子だ。あーチンズさんはすごいよ。飲んでる3本目アルコールでーつこぶち上がったらね、敵としてはヤバって思うじゃん。うわあこの勢いに飲まれちゃうかもって思うじゃん。違うの、マカさん踊ってんの、そのタイミングで。イカれてんだこの二人は。だってもう敵がねぶち上がったら、うわこれ次どうやって攻めるかなとか考えるけども、楽しんじゃってる、一緒にウォーキングしちゃってんだから。マカさん、あこの二人はイカれてんだよね。もう修羅のごとき戦いの楽しみ方を知ってるんだこの二人は。それがねすごいにじみ出てて、すごい好き、すごい好き。どう来るんですかマカさん、ぶち上がって。何だよ、何だよ、何言ってんだ、これまたこれかっちぃ。いやーゾウ君、いやライブのメダルじゃないけど、ライブのだけでつないでるから、ライブのライブすごいこのライブ、これなのもライブいけるタイプ。わーらーあら、チンさんもこの顔。おー、そうだよね。アイのインでどんだけ踏むんですか。もうちょっと追えないぐらいすごいね。マカさん、不老校舎でありながら、こう、インもすごくバッチバチで好き。気持ちいい。これ判定つくんかい、これ。お互いのいいとこがにじみ出すぎてて、これはもうこっからは個人の趣味の領域になっちゃう気がするんだけど、すごすぎないか、すごすぎるよ。伝説のバトルか。いやー、MFお客さん、これほどジャッジできるのか。ああ、そうですね、うん。ジーが繰り出されたこの展開が、うん、いくとこまで行っちゃう。こんな曲作ろうな、おお、うわすっごい、うん、チンザさんすごい好き、すごい好き。何が好きって、魂が自由すぎてね、こうビート、言語、視点とかバトルという垣根とか全てを縦横無尽にこうね、スイッチングする感じがすごいね。もう視点が駆け巡っちゃってて、自由すぎて魂が、うん、それがもう曲作ろうよって言っちゃったりとか、これジャッジできんのかねって客側に問いかける視点とか、もう、うん、ね、敵とか対象が一つではないんで、マカさんだけに向けられてるわけじゃなく、会場全体を包み込むような言葉の紡ぎ方がすごい好き。囚われてないよね、囚われてない、すごい。で、4本目になってお互いビートが馴染んできたのか、そう、なんていうかね、緩急をつけるようになってきて、より気持ちよくなってる。すっごい試合だ、これは。伝説を見てる、すごいや。これもう音源ができるならそれも聞きたい、バトルがもっと見れるならもっと見たいって思わせるようなフロー、すごい最高。これでお姉ちゃんいっぱい踊ってくれたら君な、あいいな、はぁ、いやいいよ、首痛めた。ああ、そうだね。そういやー、最高だ、最高だ。そうだね、お姉ちゃんがブルブルおっぱい出して踊り狂うぐらいを見れたら、観客を盛り上げられたらさ、そうしたら MC ミオールに尽きるだろうな。最高、それが楽しい。最後にこのバースを持ってくるのも最高で、楽しみすぎて首痛めたっていうこのナチュラルな言葉も大好き。いつもひょうひょうとしてるチンさんがから肉体の限界を超えるほど楽しんでしまったっていうことを聞くと、なぜか泣きそう、なぜか泣きそうなんですよね。こう魂がこうしてる感じがあって、なぜか泣きそう、これがすごい。なんかね、ここまでフローと対話が一致したまま4本目に移行することってめったになくないですか。途中で結構ね、勝ちにこだわる側が結構表面的なディスをして無理やりバトルに持ってくっていう姿勢は見れるんだけど、2人がずっと楽しんだまま4本を終えるっていうのはすっごい好き。それはなんか根底に2人の愛とか、その会場の空気とか、そういうヒップホップとか、そういうものがこうしてんじゃねえかなって思うんですよ。俺こういうバトル大好きなの、個人的に大好きなの、うん。いやー、いやずっと見たい。ちいさん首痛めてるな、ストレッチしてるもんね。すっげー楽しんだんだろうな、あっちーさあ打ち上がっちゃったよ。この辺あっちんだよな。いいよ、より楽しかったのでもいいし。ああ、そうですね、八文字さんのそういうセリフ大好き。トゲを生まない、うん、成功、また。ああ、そうなんですか。そうなん、うわー、そうなんだ。いやいや、でもマカさん笑ってるから、マカコメントいただきましょう。いや、マカさん笑ってるからいいか、多分勝ち負けの向こう側で二人がつながれたんだろうな。それだったら俺は何でもいい、もう何でもいいや。幸せが共有されたならそれでいい。それを共有してくれてありがとうございます。戦国 MC バトルって感じです。いや、もう両 MC 最高だし、なんかバトルの感じもビートも最高でした。全てが最高でした。明日友達に教えてやろう。プッシュ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 。いい感じでマラソンやってる感じ。
呪文みたいな。ここが楽しくなってきちゃうんだよ、こう脳内